続いては区の事業やシステムについて分かりやすくお伝えする荒川区行政ナビです。今回は荒川年金事務所からのお知らせと題してお送りします。スタジオには荒川年金事務所の大倉さんにお越しいただいています。大倉さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私たちの老後やもしもの時の助けとなってくれているのが年金ですよね。はい、日本の公的年金制度は老後の暮らしだけでなく、事故などで障害を負った時や一家の働き手が亡くなった時にみんなで暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。ということで、今回は年金の制度や仕組みについて詳しくお話を伺います。まず国民年金と厚生年金がありますが、この2つはどのように違うのでしょうか。はい、日本の公的年金制度は20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金、会社員公務員の方が加入する厚生年金の2階建て構造になっています。つまり会社員公務員の方は2つの年金制度に加入していることになります。すべての方が加入する国民年金、これは65歳以上から受け取れるようになるんですよね。はい、原則65歳になると加入期間に応じて老齢基礎年金を受け取れます。これに加えて会社員や公務員などは厚生年金保険に加入し、老齢基礎年金の上乗せとして老齢厚生年金を受け取ることになります。現在国民年金は年間いくら受給することができるんですか。はい、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は令和3年7月現在の年金額は78万900円となっています。なお国民年金は国と日本年金機構が運営しており、年金の給付は物価などの上昇に合わせて実質的な価値が保障されています。で、65歳から受給される年金の他にどのような年金がありますか。はい、65歳から終身で受け取れる一生涯の保障の老齢年金の他にも、怪我や病気などが原因で一定の障害が残った時に支給される障害年金、一家の働き手が亡くなった時に子のある配偶者または子に支給される遺族年金があります。このほか保険料の免除制度があったり、保険料は全額所得控除の対象となったりするなど、公的年金ならではの利点がたくさんあります。国民年金は20歳になったら加入するという制度ですが、学生の方は保険料を納付するのが正直ね、余裕がないという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、そんな方たちのために学生納付特例制度があります。学生納付特例制度とは、前年の所得が基準以下の学生を対象とした国民年金保険料の猶予が納付が猶予される制度です。年金は老後に受け取るためだけのものではありません。万が一病気や怪我で障害が残った時に学生納付特例の手続きを行わないまま保険料を納めずにいると、障害基礎年金が受け取れなくなる可能性があります。年金は老後だけじゃないんですね。でも年金を納める期間が短くなってしまうと、将来受け取る金額が少なくなってしまうんでしょうか。学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納付した時と比べ将来受け取る老齢基礎年金額は少なくなります。ただし、この学生納付特例を利用することで、10年以内であれば、納付の猶予を受けた分を後から納めることができます。ですので、今保険料を納めることができないからといって、そのまま放置せずに申請をお願いいたします。
また学生以外の方でも保険料の納付が難しい場合は、納付猶予制度や全額免除制度、一部免除制度がありますので、詳しくは年金事務所までご相談ください。現在年金を払っている方は、将来自分がいくらもらえるのか気になる方も多いのではないでしょうか。簡単に知る方法はありますか？はい、パソコンやスマートフォンから気軽に利用できる年金ネットをご利用ください。年金ネットでは将来受け取る年金額を試算できるほか、国民年金の加入月数や格付きの納付状況、厚生年金の加入記録などが確認できます。また先ほどお話しした学生納付特例など、国民年金保険料の納付猶予や免除を受けた期間に関して、後から納付できる月数や金額を確認できます。とても便利ですので、ぜひご活用ください。はがきでも通知が来ますが、ネットでも細かいことが確認できるようになって本当に便利ですよね。年金ネット、ね、ぜひ活用していただきたいですね。それでは荒川年金事務所からお知らせをお願いします。はい、今回は3つお話しします。まず予約受付専用電話のご案内です。現在年金事務所には多くの相談が寄せられ、大変混雑しています。ですので、来所される場合は予約をしていただくことをお勧めしています。年金に関する手続きや相談がしたいという方は、予約受付専用電話 0570-05-4890 までお電話ください。予約受付の専用電話があるんですね。電話番号は 0570-05-4890 です。番号のおかけ間違いにご注意ください。荒川年金事務所では、国から委任委託を受けて公的年金制度の運営業務を行う日本年金機構の窓口機関として、年金に関する各種手続きや相談をお受けしています。都電荒川線熊野前停留場から歩いて1分、平日の受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。また週の初めの開所日は受付時間を延長しているほか、さらに毎月第2土曜日には週末相談を実施しています。わからないことも多いので、直接相談できる窓口があるのは嬉しいですよね。続いてのお知らせは、はい、2つ目は民間事業者への委託についてです。国民年金保険料の納め忘れの方に対して、電話や文書、個別訪問による納付のご案内や免除などの申請の手続きのご案内を民間事業者へ委託しています。現在荒川年金事務所のエリアを担当している民間事業者は、株式会社バックスグループです。株式会社バックスグループからの年金に関するご案内は、日本年金機構からの委託に基づいて業務を行っておりますので、ご安心ください。年金事務所をかたった振り込め詐欺などもありますから、注意が必要ですよね。はい、株式会社バックスグループは、日本年金機構が発行した納付書により、最寄りの金融機関やコンビニエンスストアでお支払いしていただくようご案内します。したがって銀行口座を指定して ATM の操作により振り込みをお願いすることは絶対にありません。振り込み詐欺などには十分にお気をつけください。最後、3つ目のお知らせは、はい、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上の減少などが生じて、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料の免除申請が可能です。対象となる方は、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により、
収入が減少し、かつ令和2年2月以降の所得の状況から見て、所得見込み額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方となります。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧いただくか、年金加入者ダイヤルまたは年金事務所までお問い合わせをお願いいたします。ありがとうございます。それでは最後に区民の皆さんへメッセージをお願いします。はい、国民年金は個人の努力だけでは対応しきれないリスクに備えて、社会全体で支えていく仕組みです。お一人お一人の納めていただく保険料によって賄っておりますので、皆様ご理解のほどよろしくお願いいたします。今回の荒川区行政ナビは、荒川年金事務所からのお知らせと題してお送りしました。大倉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。